えー、お疲れ様です。本日のコインゲッコ、10月16日、朝6時30分でございます、えー。どうしてもね、時価総額に目が最初に行ってしまうんですけども、はい、356兆円ということで、まあ、もうちょっとですね、最低でも370兆円には乗ってほしいんで、ずっと見守っていることしかできませんけども、上がれ上がれとね、年力をかけることぐらいですかね。この辺は皆さんと同じでございます。でも具体的に、 暗号通貨の個別の銘柄の、ね、価格を上げることって念ずるだけでもできるんですよ。正確に言ったら念ずるだけじゃダメですね。念じたんだったらそれをね、誰かに伝えることなんですよね。ビットコインがもうすぐ1000万円いくよっていうふな希望的な観測をお話しすると、聞いた人の何人かはね、じゃあ今のうちに買っておこうかなみたいになるんですよ。で、ビットコインの価格の上昇ってあくまでも誰かが買うから上がるんですよ。売る人が多ければ下がるんですよ。でしょ だから自分が億万長者だったら自分がねあの100億円とか1000億円とか買って価格を上げることが可能なんですけどもとてもそんな力ないじゃないですかだからたくさんの人にちょっとずつ買っていただくことを見込んでポジティブな放送するわけですよねじゃあ今日もポジティブな放送していきましょうかまずは左上上場してるコインがもうすぐ1万5000になりますよとすごいですね1万5000名から上場してるわけですよね 上場してない銘柄っていうのがこの10倍ぐらいあると思いますんで暗号通貨の業界って本当に広いなと思いますでも逆に言うと世界中で1万5千ぐらいしかまだね認められてないってことなんでまだまだポテンシャルがあると思うんですよ10万通貨ぐらいは上場すると思いますからねその中でも上位10品目ぐらいしか私たちはあんまり意識に止まってませんよねはい取引所の数が1132ということで暗号通貨の取引所っていうのは出てきちゃなくなっていくっていうところがあります というのがね、結構ね、インチキっぽい取引所もあるんですよ。で、取引所がこういったコインゲッコーなどに取り上げられて、取引所の数が1132から1133になるとするでしょ、そしたら取引所に預けてある消費者さんのお金を持ってドロンってやつですよ、ね、もしくは資金が引き出せないとかね、ハッキングに遭いましたとか言って逃げるみたいなね、そんなのがまだありますんで、私の方からね、この取引所がいいですよってなかなか紹介しにくいんですよ。 特にマイナーな通貨を交換してくれる取引所ってドロンってやるケースがあるんで私責任持てませんのでねだから金融庁が担保している日本の暗号通貨取引所ぐらいだったらねコインチェックとかビットフライヤーとかだったらまあお話できるんですけども海外のね取引所で久保さんの使ってるところはって言われたらちょっと私紹介しにくいですまあギリギリお話できて バイナンスとバイビットって私結構懐疑的なんですよ。うん。だから、インドダックスかなっていうのは私の評価にはなっちゃうんですよね。だから、あの、私の言うことを、この取引所に関しましては、あんまり当てにせずに、自分で責任の持てる取引所、こちらの方を選んでいただきたいと思います。まずは日本の暗号通貨の取引所、MAX で安心です。こちらの方からスタートしたらいいと思いますね。はい、それではね、個別銘柄見ていきます。ビットコインがもうすぐ1000万円。 ね。それから、イーサリアムももうすぐ40万円で、この2つの暗号通貨、やっぱりトップ2ですよね。で、リップルは80円台をキープしてるっていうところで、えー、ございます。カルダノが52円の87つか。なんか全体が上がった割にはカルダノはいまいちおとなしいなっていう印象ですね。はい。まあ、柴犬は優に及ばずってところです。だから大体ね、トップ20ぐらいしか私でも見てないんですよ。うん。で、たまに見るのが、こういった 最大の利益者ってやつですここがね著しく定義をしたところが現れてるんですよランキングするとこんな感じですたまに10万倍とかいうコインも出てきますからねうん一番上がったやつとかねそれから一番下がったやつとか、ね、出てるでしょこういうのを少し時間を使って見て分析して個別銘柄にまた移っていくってことになりますパラレル AY とかねでこれの勝ち方とか買い方とかを分析するわけですよ こうやってね1年とかねはいってことですまた明日も放送しようかなじゃあ